朝なんかプツって切れちゃってごめんね、朝やるっていうことだったんですけど、プツって切れちゃった。おはよう。おはようございますあ、ハートありがとう。くまさんありがとう、かわいい、ありがとうございます。ありがとうね、おはよう。そうさん朝から元気だね。もうおはようしか言ってない今ね、目がなんか、ね、眠気を覚ますために6時ぐらいに起きたんですけど、一瞬だけドラマを見て朝ドラ見るみたいな感覚で、ちょっと TVer で一瞬だけドラマを見たんですけど、全然頭が回らない。でも昨日より暑くない気がしている今私。嬉しい。あ、お花ありがとうございます。ありがとうね、おはよう。とうちゃんおはよう、今朝もかわいいよ、ありがとう。ハートもありがとう、うん、そう、話の内容入ってきた、朝から見たら入ってきました。え、天気予報雨になってる、嘘、止むのかな、なんか、え、なんで新潟の、あ、レモスターありがとうございます。新潟の暑さはどうですか。新潟、昨日より涼しい気がする。みんなどうですか、昨日より涼しいよね、今日ちょっと。でも蒸し暑いのかもしれない。でも昨日よりは全然涼しくて快適です。嬉しい。あーちゃんおはよう、ペロモノ、え、わかんないおはよう。そう、今日、うん、おはよう、めっちゃ来てくれる朝だからもう金曜日ですね。あ、今日あれか、公開収録、ラジオ部公開収録、なんて言えばいいの、ラジオ部さん、ラジオ部さんなので、行かれる方は楽しんで、あとあれ DMM で見れるのかな、後日配信わかんないけど、見られたら見ます。確かにそれやや蒸す感じあるかも、うん、このくらいの気温が一番いい、わかる。おはよう。いつかももちゃんかなぎちゃんとコラボ配信してほしい。え、そうしたいねっていう話してたの。なんかコラボ配信したいねっていう話してて、なんか普通にリアルに会って配信するか、あの機能を使って配信するか、どっちかわかんないけど、そう。おはよう。ハートありがとうございます。おはよう。あ、あとあれ、昨日までだったんですけど、たい焼きなんか最後4位になってて、ありがとうございました本当に。ありがとう。そう、それも最後言えなくて切れちゃって10時でプツって。あともありがとう。あ、初見の方もおはようございます、よいおめでとう、ええー、ありがとうね。そう、コラボ配信の定番の顔半分が見たいかも。ああ、あれね、でも3人だとさ、コラボ配信多分あれ2人までしかできないから、もしやるってなったらリアルでやるかもしれない。このこともしばらく分かれ世に上がれたっぽいね、おめでとう、ありがとう。こちらこそありがとうございます。今日は三重県で仕事です。大雨、大雨なの、頑張ってね。大雨つらいね、梅雨入りしてるんだね、そっちは。
土曜日劇場で優しさの重さ必要だってサホちゃん見れるの悩ましすぎそうなの、私はちょうど土曜日前座なので見れます。やった、なんか逆になるんだけどなんでだろう。おはよう、初見です、ありがとう。なぎちゃんペースで押されるさおちゃんコラボみたい。え、どうだろうね、どうなるんでしょう。え、コラボ配信難しいね。なぎとしたことないかも。あのイベント期間に結構一緒に配信したりさした子もいるんですけど、なぎはちょうど全然一緒とかなってないからかな、あんまやってないので。やってみたい気持ちはある。三重県松阪市で、お、松阪市にいるの行ったことない、行ってみたい、いつか松阪牛を食べたいです。そして三重県松阪市に行っておはよう。久しぶりに朝配信見てるけど朝夜のテンションとのギャップね、自分でも思うあ、アイスありがとう。めっちゃさ、まったりな配信だよね。4位になって少しでも知らない人に見つけてもらえたらね、ありがとうすぎる。うん、ありがとうね。そう、このイベント期間にたい焼きのめちゃくちゃフォロワーさんも増えてありがたいです、本当に。あ、花束もありがとう。ちょっと待って、テロップ書くねテロップを書きます。正式には松阪牛なんやって。ああ、そうなんだ、松阪牛じゃないんだ。おはよう、おはようしかばっかり言ってる。そう、うん、オッケー、テロップまったりとか言ってあ、バラもありがとうございます。初訪問ありがとう。いやー、まーちゃんは高級焼肉店の食事券3回分だから、さほちゃんいろんなメンバーを支えるえ、そう、私も1回分あるからももちゃんと行きますよ。朝からまったり、逆に朝からまったりじゃない方が難しくないか。朝から機敏に喋れない本当に飲まさなくてありがとうね。さおちゃんもっとたくさんの人にしてもらえ、本当にありがとう。え、そう、昨日に引き続き今日も早起き。朝から歌われてもこっちも困る朝から歌えるのどじゃないです、私。めっちゃ音外しまくるかもしれない、朝から歌ったらただでさえさあやふやなとかの感じなのに。おはよう、夜焼き曜日だね。ね、おはよう。朝から起きれですありがとうございます。朝からハイテンションはなかなかついていけない。もう朝からハイテンションだったらそれはもうもはやオールしてるのではないかっていう疑惑が浮上する深夜テンションなのかってなる。ありがとう、ハート。さおちゃんオールしたことある？ありますよ、それは。テスト勉強期間とかも全然あるし。なんか一回模試の前日に寝ようって思ってたのに全然寝られなくて、本当に全然寝られなくて、もうこれはオールで行くしかないと思って行って、しかも模試の後だったからさ、早めに終わるんですよ、午前中とかで。だから帰り遊びに行こうってなるんですよ、それは。まあもちろんみんな。だからもう遊んでる途中ぐらいからなんか本当にしんどく、なんか眠くなってきて、記憶ないぐらい眠くなってきて、後半ずっと記憶ないまま遊んでたってことありました。だからもうそれからあのオールでテストに行った後は遊びはちゃんと断るっていう、なんかあんまり遊びを断りたくなくて私は。だからすぐ
いいよって軽くなんていうの軽く「いいよいいよ遊びに行こう」って言っちゃうから誘われたら絶対に。そうテスト前とか結構ある。いや結構ではなかったと思う。まあ、3日連続テストとかだったら最終日ぐらいですね、じゃないとしんどいからそんな感じでした。でもその模試の日は私以外にも結構寝てなかった子がいたみたいでみんな眠いのに遊び続けるっていう謎な感じのことをしてた。ありがとう、若いって素晴らしい。確かにもう今あでも今もどうなんだろうね、テスト勉強をすると結果出るもんなのかな。それは人によるんじゃないやらないよりはいいかもね、何もしてないなら。どうなんでしょう。お花ありがとうございます。たくさん若いって素晴らしいね。でもまあオールどうなんだろうねオールしてちゃんと点取る子もいるからさ、何とも言えない。私は分かんないけど、おはよう。でもなんて言うんだろう、テスト前って異様に緊張しちゃうから、ああやった感はある。確かになんか緊張してんの。別にオールで勉強して成果を上げてやろうっていう気持ちでなんて言うんだろう起きてるわけじゃないんですよね多分。人によると思うんですけど、私はなんか緊張して眠れないからただ起きてただけだったから。そう帰り電車立ちながらガクってのを寝るとパターン、本当にそう。テスト勉強なんかテスト前の10分休みしかしたことない。いいね、それで卒業できるなら全然。一夜漬けとかやるの、どうだろう。一夜漬け、まあでもテストは前日にめっちゃやる。暗記科目とかはオールして国家試験受けに行ったら頭回らなすぎたなんでそれをオールして国家試験受けに行こうと思ったの。何の資格か分かんないけど、まあ資格によると思いますけども。そう、だるまありがとう、おはよう。そうだね、テスト前はめっちゃ、でも夜に暗記科目やると記憶力が上がるみたいな聞いたことあって、夜にやるようにしてた。初訪問たくさんありがとうございます。だから高校卒業決まらなくて一人だけど2月まで星を受けてた面白すぎる。そんなことあるんだ。高校卒業決まらないってことがあるんだね。寝ると定着するっていう、言うよね。初訪問ありがとう、おはよう。新潟のどこかの塾ではなんとかとかで、わかんない。初見です、ありがとう。初見の方もぜひフォローしていただけたら嬉しいです。暗記して寝ると記憶が定着するらしい。そうなんだ。なんか同じ時間勉強してもさ、覚醒したように全てできるようになる時と何もできない時ってあるよねそのなんていうのゾーンみたいなのに入れればもう秒で覚えられるけどみたいな。新潟は今日も暑いのかな、昨日より暑くないです初見です、ありがとう。桜萌香さんの塾が食べられてたね。そうなんだ、暗記苦手。わかる、もう英語が本当に覚えられない、覚えられないっていうかもう文法が全然覚えられない。単語はまだいいんですけどねありがとう。今日はあ58日が出た。もう58日なのか。明日夜できなかったらどうしよう。続けられなかったらさすがに続けられるか、怖、多分大丈夫と信じてる。おはよう。
わりにやります。頑張ってきたね。ね、なんかあっという間に58日。30日の時はさ、30日行ったらもう毎日配信、なんて言うんだろう、やめ時が分かんなくなっちゃうっていう話をよく聞くので、30で程よく終わりさせようかなって思ってたんですけど、もうあっという間に58日で、明日も早くしなあかんや。あ、明日夜やります、公演終わり。しかも長時間とか1日近いとかもやっててね、なんかさ、続けられなくなるかもって思うから朝やるんだけど、意外となんて言うんだろう、考えてたことは起きないから全然夜やる、夜もできるっていう。やめそうな雰囲気だったりね。本当にそう、明日は夜かなって思ってる。明日の前座を見る。ちょっと1ヶ月でやめて、そうやめようと思ってた。なんかいつまで続けていいかが分かんなくなるから、明日は夜、そう明日夜、ちょっと待って、明日誰だ、前座、明日の前座を見ます。うん、はい、なるほど。おはよう。でも突然できなくなるのが怖い。うん、確かに。うん、でもまあ、うん。一緒に行けなくなっちゃう。抜きますよ。今月は友達作ったか。ああ、言ってたかも。全然無理だった。全然無理だった、それは。友達全然できなかったでしたわ。全然できなかったでしたわ。毎日配信無理する必要ないと思うけど。けど可能なら続けた方がいいと思う。いいよ、いいよね。うんね。でも全然みんな無理しない方がいいと思う。なんか義務感でやってるとしんどい気がする。私は全然暇人なのでやるんですけど。おはよう。いや、そういえば言ってたな、友達作るたいって。全然無理だった。ショック。ショールームやめるためにアイドルになったわけじゃないって配信やめた子もいたけどね。そうなんだ。それはでもそう、めっちゃショールーマーだもんね。おはよう。確かにそれは言ってることはめっちゃ一理ありますね。おはよう。誰が言ったの、めっちゃ気になるんだけど。すごい、それを言えるのが強い。めっちゃ来てくれる。ありがとうございます。朝からおはよう。うん、前座、なるほど。楽しむのが一番、配信してる方も見てる方もね。ありがとうね、本当に。レインポスターもありがとうございます。もう朝全然頭回らない、全然喋れてない気がする。あえてどうやったらいけないけど、瀬戸内方面もあえて。そうなんだ、それで配信をやめるの強いな。ありがとうね。そういう、まあいろいろねありますよ。おはよう。その時にピエンで中和しようとしてる。面白すぎる。ピエンで中和できないね、その現実的な文章だね、それは。そうだね、まあ全然配信しますけどね。うん、めっちゃなんかむくんでるんだけど、今日さ、久しぶりに自撮りしようと思って自撮りをしてるわけだ、したわけなんですけど、さっき顔がむくみすぎててもうびっくりしました。なんでって思って、そうちゃんに習って毎日残業してます。私は別に残業してるわけではないですけど。頑張ってください。おはよう。
ラーメンでも食べた。食べてないよ。食べてないけど。え、全然さ、私的にはダイエットをしようと思っているのに。おはよう。めちゃくちゃむくんでいる。塩分？自撮りするときお化粧してからするの。全然今日はしてない。美顔ローラー的なものすると違うもの。どうなんだろう、持ってないから。でもなんかそのこういうコロコロやるといいとか聞いたことあるけど、逆にそのなんかさ、全部の美容法にいろんな意見があるから結局やってないんだよね。そうちゃんの自撮りはすべて消えます。そう、久しぶりに自撮りしたからメールに載せようと思って。朝から画面に美しい方が出てます。ありがとうございます。メールに全然自撮り送れてなかったから、送ります。今日朝もうさっき書いた、ちょっと書いたので、また終わったらちょっと書いて送る。むくんで、そんなことないよ、可愛いともありがとう。むくまない朝ってある？全然ある。メール楽しみ、待っててね。そう、今日はメイクもしなくちゃだし、メイクもしなくちゃだし、いや、メイクしなくていいかなっていう気持ちもあるけど。おはよう、ありがとう。朝からぜひよかったら、フォロワーさん1800人を目指しているのでフォローしていただけたら嬉しいです。自撮りメール書く保存版久しぶりだよね、自撮り。あ、フォローありがとうございます。今日六本木ヒルズ行ってきます。雨 90%。 何も見えないじゃないですか。雨の夜景ってどうなるの、何も見えないのかな、わかんない。フォローしました、ありがとう。ありがとうね、フォローありがとうございます。今日もフィットチーノでもないかけ、チャットね。そう、チャットの方もね、せっかく登録してくれてる方が増えてたりするので、送りたいとは思ってるけど、まあ明日さあ前座で自撮りするしと思って。前座に食べた食べ物で翌日も食うかどうか決まるのかな。いや確かに、昨日何食べたっけ、焼きそばか。いや、むくむかなんでむくんでるの私。おはよう。そう、塩分、あ、塩分、あ、お菓子ちょっと食べたからかな。雨の夜景は雨粒にも光が反射するから違った綺麗さがある。じゃあいいじゃん、いいね。夜景見たいかも、夜景見たいかも。なんかもう最近全然出かけてないから、出かけたい。なんていうの、同じ場所にしか行ってない。換気扇の中でもフォロワーさんが多いメンバーになってきましたね。本当にそうなの、ありがとう。チャット登録してから配信始めて連絡来てあげる。そう、それはね、連絡するようにしてますね。おはよう。新潟のラーメンはたまに食べる。うん、食べる、たまに。おはよう。そう、ラーメンストリート、ラーメン横丁行きたいな。でも公演、明日前座で日曜日やって。すごい報告。何の報告。そっか、そうなんだね。そう、すごい。明日もどうやって、ちょっと明日はどうでしょう、わかんない。わかんないです、明日は。ちょっと取りすぎだから最近。言えたら言いますね、頑張ります。話しかけられたら取ります。明日優しさの重さを近くで見れるのよかったね。モニターで見るのでね。そうだから、まあ近くで、まあまあまあ確かにそうですね、見れるっちゃ見れるので見ます。そう、せっかく前座の日、そういえばコメンタリーで号泣した。そうなの、ちょっと恥ずかしくて見てる。 PA に飛び込むしか、いや
多分最後に披露だから PA も見れるのは最後のちょっと前までで、準備しなくちゃいけないからちょっとそこはグイグイ行かないと。いやちょっとまあそれはまあ頑張りますねおはよう。そう今日の外出時は半袖かな多分半袖です。あでも日焼けしたくないから上着着ますこっそり観客来てもいいんだね。え、そうなの、私の夢はマジでそれ、客席で見ること。一回でいいから叶わないと思うけど行きたい、客席に。観客席でも OK だね。でも行きたいんだよね本当に、結構本当の気持ちで。私の夢、コメンタリーのサボちゃん見てこっちも号泣した。そう、それからチラッと見れないやつです。見れない私さんに見つかったらつまみ出される。え絶対つまみ出される。もうなんならもう今後の全てに関係してきそう。あでも関係続きがあるんだから、うん、絶対現役のメンバーはないダメだよね。おはよう、初見です、ありがとう、朝からありがとうね、来てくれて。今日は何時までにしようかな。明日もまあするので、優しさの重さ見れるチャンスだよね。だから公演申し込んでた方はまだ見れるのかな、刀剣あるのかな、あるかもなので全然ね見てくださいね。夜公演、おはよう。ミックスとか打てるアディションサイバータイガーファイバーエイバーみたいなじゃあじゃあ適当。スタッフさんに優しく忍び込むとか、えめっちゃしたいよ。おはよう、ありがとう、初見です、ありがとうございます、初見です。朝からん、似てるけど違う似てるけど違う、あれサイバーファイバーダイバー、サイバーファイバーダイバーファイボーワイパー、じゃあじゃあ適当、めっちゃ仕事で刀剣チャレンジもできない。そうなのか、23日行くけどいないんだね。そう、私はいません、私はいません私はいないですね。記者席で閲覧してもよく今参加できた。したい意外に堂々と自然な感じで座ってさコールしてサイリウムって言ったら確かにバレない気がする。私もめっちゃさもうボサボサにしてマスクして、でもマスクもしなきゃいけないからマスクして、なんか髪とかもなんか帽子かぶったら絶対わかんないと思う。アイスありがとうございます。受付で本人確認する時ぐらい今日から劇場に3日間楽しみすぎる。楽しんで、すごい、そっか今日行かれる方は3日連続。マスクしてメガネしたら意外と分かんない、ね、思いますメンバーにはバレそう。意外と分かんないんじゃない、後ろの方とかアフロかぶってるバレる、逆にバレる。東京帰った時に AKB 劇場とかな、それは余裕でしょ、もう誰も分かんないと思う余裕でいけますよそれは。おはよう、綺麗なイメージしかないからバレない気がする。メガネかけてればね絶対分かんない。だってあとありがとう、もう AKB 劇場はもう余裕ですね、何のかすりもしませんよ、すぐ入れちゃう。知り合いが明日の夜たくさん行くと思うから釣ってる頑張るね、釣るのか難しい、頑張る。一曲でそう安定してから入れば大丈夫かも。確かにアフロしてもいいかないけど絶対バレない。確かにアフロ逆に目立つんじゃない、何アフロ、お風呂の人いるんだけどみたいな珍しいなってなって逆にバレる気がする。普通の格好して女の子のお宅の方か、めっちゃさ女の子で連番してきてくれる方たちがいて超かわいい超かわいい。髪型も変えてればバレない、確かにメンバーさんって抽選申し込みしかできないの、できるかもだけどめっちゃ怒られそうてか普通にやし、それはそう本当に
ハートありがとう。ビンゴ懐かしい。あ、なんか席があれなんだっけ、ビンゴでできる。今年18歳になるので、そうです、あと2ヶ月ぐらい、2ヶ月もない、1ヶ月とちょっと、2週間ぐらいで。やばくない ?18 だって。あー、まあでもまあオーディション来てた時は年取るの嫌だったけど、もう今は早くと早く年取りたいですねおはよう。昨夜お疲れ様。え、こちらこそありがとうございました。夜遅くまで、夜遅くまで10時くらいまでありがとうございました。おはよう。8月7日楽しみだそうだね、成人ですね。ケビ劇場今日はなかなか当たらないらしい。うん、今あったなんかね、当たらないよね、毎日公演してる。うんうんうん、そう、明日久しぶりにビンゴ挑戦してビンゴ見るけど、おー、いいですね。永遠の17歳、逆にやばい、逆に何歳っていう。アフロカウチャコスサウチャンファンですけど、確かに明日の夜はその連番に、お、いいね、メンバーとして出れば楽屋訪問し放題確かにビンゴ30名まで呼ばれた赤崎亜生、そうなんだ、すごっ。客席で見たいんです。絶対怒られる、なんか絶対怒られる未来が見えるので何も言いません私はおはよう。すぐ怒られますね。23日にセブンティーン歌うしかえ、そう、セブンティーン歌いたくて調べたら前入ってなかった。セブンティーン今でも君が一番さ、卒業アルバムの右の端、入ってないんだよこの曲、歌いたいのに。私も逆に他にないかな。17歳、17歳、なんだっけこの曲、おはよう水玉模様だ16歳だ、しかもあれ17歳の曲なんかないかな。アカペラでもよき、私がよくないおはよう。そう、もう7時なんだ。セブンティーンって曲あるのにエイティーンって曲はない。確かに17をモチーフにした曲あるけど18ってなんかあんまりないね。18、あ、マリッカ、マリッカ、セブンティーン、もうそれも入ってないじゃんマリッカも入ってない、ええんです、それはとっても。おはよう。昔の曲で17歳ってあったんさ、おい、そうなの、なんか歌える曲ないかな。水溜りボンド、そう、16歳だった、17歳かもった。ねえ、沙織さんの17歳、でも歌えない秋元康さんが作詞されてる曲じゃないと。あとあれか、調べよう、17歳曲。48グループ。やっぱセブンティーンなんだな、出てくるの。セブンティーン、松田聖子さんの曲に18って曲あったはず。そうなんだ、すごい、そうなんだね。あー、いろんな曲があるけど歌える曲が全然ないね。にゃんこクラブのセラ、おにゃんこも多分歌っちゃダメです、歌っちゃダメです。48と坂道とイコノイジョイですね、歌えるのは。おはよう。年齢どうだっけ、記憶がない記憶がないよ。そう、おはよう。僕はもうダメなんだね。そう、僕はおさんも歌えなかった気がする。歌いたい、僕たちが見たかった青空はどこにある、今はもう
見ると見るに囲まれ目指してた太陽さえ見失ったんだ。忘れてた自分を思い出させてくれた君と語った未来は晴れ渡ってためっちゃ好きなんですよ、青空について考える。いい歌詞めっちゃ聞いてた。だってもうなんかテレビ見たらずっとフジテレビさんでかかってるから、もう自然と頭に入ってきて福岡さん衣装かわいい。新しい曲プールで撮ってたし、なんて曲だったっけ。そう気持ちよすぎる。違うんだよね。そうそう、17分間待った。お、僕はもうちょうど1年。え、そうじゃん、もう1年以上か。オーディションから考えると2月とかから始まって、オーディションが確か。そう、寒かったんですよ。オーディション募集開始ってなって、わあ懐かしいね。そう、仕事行ってきます。行ってらっしゃい、ありがとう。朝からホワイトスコーピオンにはないかしら。ホワイトスコーピオンさんも入ってないんじゃない。え、歌っちゃダメなのかも。私がたちが眼差しスナイパーそう、では仕事行ってきます。今日も一日頑張ってね。ありがとうね。制服衣装ってかわいい、わかる、制服衣装かわいい。そう、好きな曲は頭の中でリピートする。そうなの、おはよう。そう、今日雨で、え、みんな大雨って言ってる。新潟雨じゃないはずが、大変、気をつけてね。おはよう。ちょっと7時10分に男女読みします急に7時10分に男女読みです。新潟は今日雨降らない。うん、今日降らない。日曜日がめっちゃ雨。そう、日曜日がめっちゃ雨で、天気予報だとね。また火曜日ぐらいに降るみたいですけど、でも日曜日が一番一日中ずっと雨かな。来週から梅雨ね、そんな感じするよね。でも気温は高いから、よいしょ。そっか、日曜日公園の人もいるから、公園めっちゃみんな受付してたら。トゥ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 、日焼け止め塗りますよ。もう焼けるからねもう焼ける、全然。そう、初訪問ありがとうございます。ハートありがとう。あ、まだだったまだだったとか言ってメールを書いて、私は朝ごはんどうしようかな。おはよう。早起きしてるとどうしようかなってなる。あ、新潟の夏はめね、ほんとに日焼け止め買い足さなきゃなって思ってます。なんかあっという間になくなっちゃって、最近買ったばっかり、つい最近買った気がするんですけど、5月ぐらいに買ったらもうめっちゃあっという間。あ、めさほちゃんなんとかして嘘、新潟雨、月曜日降らないでほしい。え、月曜日雨じゃなかったはず。でも日曜日の残りなんていうの水たまりはありそうだよね。そう、菓子パン買っておくといいよ。スカークリームパンとかね。久しく食べてない。美味しいよねあれ。チョコがめっちゃ好きだった気がする。おはよう。一人暮らししてパンあんま食べなくなりました。なんかトースターがないからパン買わなくなったそう、そうちゃん思えば気持ち悪い、すごいありがとうね。昨日と比べて東京は気温が7度も低くて。そうなんだ、涼しい、いいね。確かに寒暖差は激しいかも。私は冷房の寒さがめっちゃあれだから頭痛くなるから、まあまあそれに比べれば初訪問ありがとう。
そう、おはよう。ではでは壇上読みします。ありがとう。朝から40分間ぐらい結構した。13位、巻き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 さん、ありがとうございます。12位、ミッキー時計さん、ありがとうございます。11位、天使の分け前さん、ありがとうございます。10位、和也さん、ありがとうございます。9位、あきらちゃん、ありがとうございます。8位、みーさん、ありがとうございます。7位、ビッグラブ子さん、ありがとうございます。6位、パックさん、ありがとうございます。5位、セッテンガーさん、ありがとうございます。4位、アンザさん、ありがとうございます。3位、ちゅうぼうさん、ありがとうございます。2位、メープルなおくんさん、ありがとうございます。そして1位、コミュニストさん、ありがとうございます。ありがとうございました。勉強も頑張ってね。頑張ります。本当にやばい、勉強しないと。そう、ではではありがとうございました。朝からまた、明日の夜とか、まあ今日の夜は気分が乗ったら気分が乗ったらやります。朝早くから出したかった。今日全然喋れなかったけど、なんか頭が回らなかった。でもありがとうございました。今日も一日頑張りましょうね。ありがとう。バイバイ。またね、皆さんも金曜日頑張ろうね。バイバイ。ありがとう。